ユーキャンスマイルは日本の競争は主な勝倉は2019年のダイヤモンドステークス、新潟記念、2020年の阪神大賞展。2015年5月3日に北海道阿比良町のノーザンファームで誕生。育成はフィエールマン、グローリーベイズらとともにノーザンファーム空港牧場の C19 社で行われた。母ムードインディゴと同じく。 金子正人ホールディングスの所有場となり、立党、友道康夫級者へ入級。2017年11月5日の新馬戦、京都芝2000メートルで、安城竹豊でデビューするも2着。次戦の未勝利戦も2着となり、勝利を挙げられなかった。3歳となった2018年1月に、デビュー3戦目で、初勝利を挙げ、続く、椿賞も制して連勝。その後は、 毎日杯6着、京都新聞杯6着に終わり、春のクラシックには出走できなかった。夏の新潟開催で3勝目を挙げると、トライアルを挟まず直行した、喫花賞で10番人気ながら上がり3回最速帯の33秒、9の末足で勝ち馬、フィエールマンから0秒2差の3着に入った。起乗した、竹豊は、春からの成長を感じたとコメントした。 4歳初戦の万葉ステークスこそ、花さの2着に敗れたが、次戦のダイヤモンドステークスでは、後方待機から上がり3ハロン33秒4の、鋭い末、足を繰り出して2着3でムーティエに2馬身反差をつけて干渉し、重傷初制覇を果たす。初起場の岩田高生は、乗りやすい馬であり、どこの進度でも突き抜けるだけの余裕があっただけでなく、反応も抜群でしたと評した。 天皇賞では、菊花賞上位馬のフィエールマン、エタリオーに次ぐ3番人気に押されたが、離された5着に敗れた。残りの春シーズンは休養し、9月1日の新潟記念で復帰。久々の中距離戦となったが、直線で馬場の真ん中から力強く抜け出し、2着時難亡の追撃を首差を抑えて、重傷2勝目を挙げた。 天皇賞史上最多の GI は10頭が集まった。天皇賞は GI 未勝利りながら7番人気に指示された。レースではスタート後に右へ寄れたが立て直して後方4番手を追走。直線ではメンバー上がり最速の末足で4着に入った。続くジャパンカップでも4番人気の指示を受けたが、レーススタート後にごちゃついて後方からの競馬になり、直線では外に出して、 懸命に足を伸ばしたが5着止まりだった。阪神対象点から始動。2017年菊花賞は奇跡が支持を集める中、2番人気に押された。レース本番では、奇跡が大きく出遅れる中、同中院で待機。直線に向くと馬群をさばいて、抜け出しそのまま1着でゴール。五歳初戦を勝利で飾った。続く、天皇賞は、岩田厚成が、落馬負傷のため、 浜中俊が起乗、直線はうちに進路を取って、足を伸ばすもあともう一伸び足らず4着に終わった。その後は休養し、6ヶ月後のアルゼンチン共和国媒で復帰、トップハンデの 58kg ながら一番人気に押されるが4着に敗れる。自走、有馬記念は、後方から競馬をするも、11着と惨敗。前年と同じく、阪神対象点で指導。 竹豊が、騎乗予定だったが、負傷により、藤岡祐介が騎乗、後方から上がり、最速で追い込んだが優勝した、ディープボンドに5馬身離された2着となる。なお、このレースは、副賞2番人気ながら断然人気のアリストテレスが、馬券外となったため配当が730円もついた。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。